ありがとう、浜村淳です。関西人なら知らぬものがないラジオ番組、そのメインパーソナリティを長年続けてこられた浜村淳さん、なんと46年ぶりに NHK 朝の連ドラにカムカムエヴリバディで出演されるそうですが、彼のこれまでの足跡を調べてみるととんでもない情報がてんこ盛りでした。ご紹介していきたいと思います。本名は塩浜誠さん。1935年1月10日生まれの現在86歳。京都府京都市北区高ヶ峰のご出身で、身長165センチ。ご家族は9歳年下の妻と、毎日放送に勤務する息子さんがいるそうです。京都府立山城高等学校から同志社大学文学部を卒業しています。華々しい学歴とは裏腹に、その生い立ちは複雑なものでした。実は2歳の時、家庭の事情で養子に出され、大学入学のために戸籍謄本を取りに行った時、自分が養子だと知ったそうです。育ての母はとても優しい女性だったそうです。浜村さんが幼かった頃は時代劇映画が全盛期だったこともあって、毎日と言っていいほど近所がロケの現場になっていたらしく、友達がその度に知らせに来てくれて、坂東綱三郎さんや嵐勘十郎さん、片岡千恵蔵さん、市川歌右衛門さんなど大スターのオンパレードだったとか、今なら小栗旬さんや佐藤健さん、山崎賢人さん、三浦春馬さんといった大スターをしょっちゅう見ていたわけですから、映画の世界に引き込まれるのも無理はありません。10歳の頃に終戦を迎えた浜村さん、意外にも宝塚歌劇団の熱烈なファンで、11歳の頃母に連れられて行った劇場で男役も女性ということに衝撃を受けたんだとか。それ以来宝塚歌劇団に属婚で、頻繁に宝ジェンヌをゲストに呼ぶそうで、あの八千草薫さんがゲストの時には彼女の現役当時のことを詳細に語って、八千草さんに感激されたくらいだとか。ラジオの音楽番組が大好きで、当然大学では放送部に入ります。浜村さんが大学2回生の時のこと、関西六大学野球の伝統の一戦の立命館大学との前夜祭で、急遽音響係の浜村さんに白羽の矢が立って、3000人もの観客の前に立つことになったのですが、これが人生を大きく変えるきっかけとなりました。その後、司会やジャズや映画の解説が評判となり、京都、ベラミ、大阪、難波一番、神戸、月光といった有名ジャズ喫茶で学生でバイトするようになったそうです。その頃の一番の思い出は、当時別れのブルース、雨のブルースなどで人気歌手だった淡谷のり子さん、彼女のライブの司会をした時、彼女から聞いた慰問先でのエピソードを観客に話したところ、大絶賛されてステージも盛り上がり、感激した淡谷さんからお小遣いまでもらった浜村さん、それで買ったジャズの解説本は今でも宝物だそうです。やがて放送局の仕事までこなすようになって、卒業後も続けようと思ったのですが、両親の反対にあってしまい、大阪の靴下メーカーに就職して、その会社がスポンサーのラジオ番組で、浜村さんは新入社員だったにもかかわらず番組の脚本の執筆を命じられます。浜村淳の芸名はこの時からだそうです。しかし仕事はきついのに収入は少なく、半年で挫折して退職することに。両親に内緒で京都のジャズ喫茶ベラミで再び司会業を始めた浜村さん、ここで運命の出会いが訪れます。23歳の時、渡辺プロダクションの社長になんと当時の大卒の6倍の月給で引き抜かれます。浜村さんは渡辺社長の自宅でザ・ピーナッツと共に居候しながら、テレビの歌番組の司会者をして関西のジャズ喫茶にも出ていたそうです。ある時、落語家の3代目桂米朝に
弟子に誘われたこともあったそうです。それほど話の間が良かったんですね。しかし、当時はまだ全国放送での司会は関西なまりは受け入れられず、ついに7年後の1964年、東京での活動に限界を感じ、関西に舞い戻ることに。再び、ジャズ喫茶やラジオ局で頑張る浜村さん。関西で揉まれたことで、標準語を京都弁に近い関西なまりで、ゆっくりと話す芸風が完成します。その喋りを、若い頃の笑福亭鶴瓶さんが、あんたほか、子供に物言うような話し方しますね。と言われたこともあったそうですが、より一層芸を磨き込んでいったそうです。最近になって、鶴瓶さんはこう言ったとか。あ、ほんまや。自身も同じような口調になってることに。気づいて、照れてたそうです。1970年、ラジオ大阪の深夜のラジオ番組のヒットで、ヒット、バチョンと以降を担当して、若い世代からも脚光を浴びることに。1974年から、毎週月曜日から土曜日の朝、ありがとう浜村淳ですを担当した浜村さん。一時は、東京でのテレビ番組への出演もありましたが、軸足はありがとう浜村淳ですから、ブレることはありませんでした。中には、忘れられない思い出もあるそうです。いい思い出として、ゲストにある大物俳優を招いた時のこと、出番まで、まだ時間があったのですが、突然、放送中のスタジオにそっと入ってきて、浜村さんの背後から、両肩に手を乗せられて、しばらくでした。と言われてびっくりしたそうです。その大物俳優とは、なんと、石原裕次郎さんでした。その声が流れた途端、ファンから電話が殺到したそうです。イタリアの美人女優のソフィア・ローレンさんの時は、テレビ番組で隣に座っていた浜村さん、何を思ったのか、彼女の胸元を覗き込みながら、彼女のバストは96センチなんです。と、言った途端、彼女がいきなり立ち上がり、浜村さんに立ちなさい。と、大きな声を上げたそうで、その瞬間、スタジオは凍りつき、浜村さんを直立不動になっていたところ、次の瞬間、ローレンさんは、だったら、もっとよく見えるでしょ?と、ニコッと笑ってくれたそうです。浜村さんは、冷や汗を流しながらも、彼女のウィットに富んだリアクションに、ほっとして感動したことが、今でも忘れられないんだとか。しかし、忘れたい思い出もあって、その思い出の相手がなんと、女優の北川景子さんだったというのです。神戸出身で、気さくな性格の北川さん。何があったのでしょうか。浜村さんは、ありがとう浜村淳ですの中で、今までインタビューで一番困ったのは北川景子。今後、映画会社から話が来ても、二度と受けません。と、名指しで絶縁宣言をするほど激怒したそうです。どういうことかというと、北川さんの主演映画、花の後の番宣でのこと。浜村さんは、映画の PR をするために、北川さんに、いろいろと質問をしていましたが、終始、はい、うん、そうですねの他は、何も喋らなかったそうです。彼女のホテルの部屋まで呼びつけられて、わざわざ出向いたにもかかわらず、この対応でしたから、火に油を注ぐ形に。それ以降、彼女の話が出るたびに、キャン的になるそうです。北川さんからは何もないままだとか。浜村淳さん。現在も、毎朝5時に家を出て6時に局入りしている。酸いも甘いも噛み締めた47年という歴史の中で、たった一度だけ、お休みしています。2021年1月のこと、定期検診で脳内の血管に、詰まりが見つかって、そのまま入院して投薬治療し、2日間休んだだけで復帰したそうですが、大事がなくてよかったですね。今でも、土曜日の放送の映画サロンは、浜村さんの真骨頂ではないでしょうか。たまに結末も喋ってしまうのはご愛嬌ですね。芸能人として、初めて、
国立大学の講師もした浜村さん。今度は1975年おはようさん以来の46年ぶり NHK 朝の連ドラ出演ということですが、今度は人気ラジオパーソナリティの磯村銀という役で出演するそうです。ラジオと共に歩んできた人生という共通点も不思議な縁とは言えないでしょうか。まずはありがとう浜村淳ですの50周年まで元気で頑張ってください。応援しています。それではまた次回お会いしましょう。